言語の部屋のモンモンです。今回の動画のテーマは英語の起源。英語はいつどのようにして誕生したのでしょう。その歴史をお話しする前に、まずは英語と他の言語の関係についてしっかり理解しておきましょう。英語が他のヨーロッパの言語と似ていて親戚のような関係にあるということを知っている人は多いと思いますが、実はその範囲はヨーロッパには収まりません。ではこのような英語と親戚関係にある言語はどれくらいあるのでしょうか。1746年に生まれたイギリス人ウィリアム・ジョーンズは、当時イギリスの植民地であったインドに判事として駐在しました。ウィリアム・ジョーンズは幼い頃から多くの外国語を学んでおり、インドでもインドの古典語サンスクリット語を学びます。そして彼はサンスクリット語には英語やラテン語とよく似た特徴があるということに気づき、これらの言語が共通の祖先を持っていると考えました。当時のヨーロッパ人にとってインドは文明の遅れた未開の地で、ラテン語やギリシャ語はヨーロッパ世界のエリートの言語でしたから、これらがインドの言語と同じ起源を持つというウィリアム・ジョーンズの説はすぐには受け入れられませんでした。しかしその後の研究によって彼の提唱した説は正しいものと認められるようになりました。このようにインドからヨーロッパにかけての広い地域で話されている言語の多くが共通の祖先を持っているということが分かりました。これらの言語の集合をインド・ヨーロッパ語族、あるいはインオー語族といい、その共通の祖先である言語をインド・ヨーロッパ祖語、インオー祖語と呼びます。もちろん現在日常でインオー祖語を話す人はいませんし、文献すら残っていません。しかし比較言語学の研究が進み、今使われている言語や資料が残っている言語を元にした再建と呼ばれる手法によって、インオー祖語の姿はある程度分かってきています。インオー祖語が話されていた場所については諸説あり、はっきりしたことは分かっていません。今から5000年ほど前に南ロシア、つまり黒海カスピ海周辺の遊牧民が話していたという説のほか、約8000年前に現在のトルコにあたる地域で農耕民が話していたという説もあります。どちらにせよ、インオー祖語を話していた人々は次第に移動・拡散し、それとともに言語も分化を始めます。そして分化してできたいくつかの言語がさらに分化を繰り返し、英語を含む400以上の言語ができました。この親戚関係によってこれらの言語は語派と呼ばれるいくつかのグループに分けられています。ではこの大家族の現在の広がりを地図でざっくりと見てみましょう。まず南から、インド東部からトルコ東部までの広い地域で話されているのがインド・イラン語派に属する言語です。ヒンディー語、ペルシャ語などがあります。黒海とカスピ海の間にある国アルメニアとその周辺で話されているアルメニア語は単独で一つの語派を形成します。同様にギリシャ語とアルバニア語もそれぞれ単独で一つの語派を作ります。ロシアからポーランド、そしてバルカン半島まで東欧の広い地域で話されている言語はバルト・スラブ語派に属します。バルト海沿岸のバルト語派とそれ以外のスラブ語派に大別されます。ルーマニア、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガルなどで話されているのがイタリック語派です。ケルト語派はかつてはヨーロッパの広い地域で話されていましたが、現在ではフランスのブルターニュ半島とイギリス、アイルランドの一部に残っています。そして最後に英語が属するゲルマン語派はドイツ周辺からスカンディナビア半島、そしてアイスランドにまで広がっています。これがインド・ヨーロッパ語族の広がりです。また現在では英語、スペイン語、フランス語などの言語の話される地域は南北アメリカ大陸やオセアニア、アフリカにも広がっているため、インオー語族に属する言語を話している人は世界におよそ30億人います。これは世界の人口の約4割に上ります。ここで注意してほしいのが、ヨーロッパには引用語族に属さない言語もあるということです。フランスとスペインの国境周辺で使われているバスク語は系統不明で、フィンランド語、エストニア語、ハンガリー語はウラル語族に属します。トルコとその周辺ではテュルク諸語に分類される言語が話されています。
では英語が属するゲルマン語派について少し詳しく見てみましょう。まずゲルマン語派は東ゲルマン語群、北ゲルマン語群、西ゲルマン語群に分かれます。東ゲルマン語群の言語には中世の初期まで使われていたと考えられるゴート語という言語があります。北ゲルマン語群に属する主な現存の言語にはアイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語があります。英語はドイツ語やオランダ語などとともに西ゲルマン語群に分類されます。かつてオランダの支配を受けていた南アフリカ共和国で話されているアフリカンス語など西ゲルマン語群に属する言語は他にもたくさんあります。また西ゲルマン語群をさらに細かく区分することもできるのですが、今回の動画で紹介するのはこれくらいに留めておこうと思います。それではお待たせしました。英語が誕生するまでの歴史を見てみましょう。先ほど紹介したゲルマン語派の言語たちは紀元前2000年頃から紀元前5世紀頃まではまだ一つの言語であったと考えられており、これをゲルマンス語と呼びます。ゲルマンス語は陰陽祖語が分化してできたいくつかの言語のうちの一つということになります。これを話す人々、すなわちゲルマン人は現在のデンマークのあたりに到達した後も居住地の拡大を続け、紀元前後にはケルト人やローマ帝国と交流を持ち、また戦いを繰り返しました。ゲルマン人の移動が特に活発になったのが4世紀後半に始まるゲルマン人の大移動です。ゲルマン人の様々な部族が各地に移動を始めました。ある部族は西に移動して北アフリカに渡り王国を築き、別の部族は北に移動してバイキングとして活動し、アイスランドにも到達することとなります。このように移動をしたゲルマン人の部族の中にはデンマークや北ドイツのあたりから海を渡ってブリテン島に移り住んだものもありました。これがアングル人、サクソン人、ジュート人です。彼らは普通アングロサクソン人と総称され、イングランドという地名もアングル人の名に由来します。ブリテン島に侵入したアングロサクソン人は先住民であったケルト系の人々を周辺に追いやり、イングランドの大部分の支配権を奪いました。このブリテン島攻略の年は伝承によれば449年とされています。これ以降イングランドはアングロサクソン人が建国した7つの王国が割拠する七王国時代に入ったのです。この時アングロサクソン人が大陸からブリテン島に持ち込んだゲルマン語の方言は大陸の他の方言とは異なる一つの言語としての道を歩み始めることとなりました。これこそが英語の歴史の始まりです。このようにゲルマン人の一派アングロサクソン人がイングランドを支配したことによって英語は誕生しました。ではブリテン島に定着して間もない頃の英語はどのような姿をしていたのでしょうか。そしてどのように変化していくのでしょうか。ここから先のお話は続編をお楽しみに。英語の歴史シリーズとして少しずつお届けしていきます。それではまた。